聞こえるか、お前を呼ぶ星座の声が。この果てしなき星渦巻く銀河で、宇宙の生命から比べれば瞬きほどの瞬間もない人間の一生で、同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。聞こえるか、友の声が、兄弟の声が、アテナの声が。感じるか、果てしなく響いてくる命のコスモが。少年たちよ、もう一度立ち上がれ。お前は今、みんなのたった一つの希望なのだ。遥か神話の時代、この世界は神々によって治められていた。神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。神々の熱き戦いにおいて、地上を治める戦いの女神アテナを常に守り、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。だが虚構の弟アーレスはアテナの化身を殺害しようとする。しかしアテナ殺害は寸前のところで、次期虚構候補であるサジタリアスのゴールドセインとアイオロスによって阻止される。アイオロスはアテナを守るべくサンクチュアリ脱出を決意するが、アーレスの策略により反逆者の汚名を着せられてしまう。アイオロスへの追撃は熾烈を極めたが、かろうじてサンクチュアリ脱出まであとわずかのところまでたどり着く。その時、アイオロスの前にゴールドセイントが立ちふさがった。カプリコーンのゴールドセイント、シュラである。死力を尽くし突破を試みるアイオロス。かろうじてシュラの追撃を退け、サンクチュアリを脱出するも、この戦いで致命傷を負ってしまうのだった。手負いのアイオロスはサンクチュアリにほど近い神殿跡まで逃れるが、もはや彼の命の火は燃え尽きようとしていた。その時、アイオロスはグラード財団総帥木戸光政と運命的な出会いを果たす。アイオロスは全てを光政に打ち明け、サジタリアスのゴールドクロス、そしてアテナを託すと、天命を全うしたかのように静かに息を引き取るのだった。アテナの成長と
彼女を守るために集う真のセイントを信じて。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政の孫木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。ギリシャよりペガサス聖夜、中国五老坊よりドラゴンシジリュウ、シベリアよりキムナス氷河、アンドロメダ島よりアンドロメダシュン、デスクイーン島よりシュンの兄ヘニコス一騎、アイオロスの意志を継ぎ、地上の平和とアテナを守るため。アテナの宿命を知った沙織は、悪に染まった強皇アーレスを浄化すべく、聖夜たちブロンズセイントと共にサンクチュアリーへ向かう。だが強力な結界に守られた強皇の前へたどり着くためには、セイント最強を誇るゴールドセイントたちによって守護される、行動12星座を象徴する12の宮殿を抜けていくしかない。強皇の前へ向かう沙織に、強皇の差し向けた下、シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢は沙織を射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物強皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急いアテナのセイントたち。そんなことになりやがったぜ。一刻も早く強行のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのが一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の球は白妖球、守護するゴールドセイント。ムー、ジャミールのムー。そうか、白妖球とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に強行に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい。サンクチュアリではこの先にあなたたちを食い止めるべく、増強はもとより強大なゴールドセイントまで待ち受けています。彼らとの戦い方も知らずに進むつもりですか。そうか、ムーやアイオリアのようなゴールドセイントがこの先何人も。そうです。決して今までの戦闘常識でゴールドセイントを測ってはいけない。それにあなたたちのクロスは修復が必要です。この白妖球にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった、すまないな、ムー。よろしく頼む。さあ、聖夜、この白妖球で戦いに備えるのです。左スティックで移動を行います。常に飢餓の位置を把握しておきなさい。ああ、わかった。弱攻撃ボタンで弱攻撃、強攻撃ボタンで強攻撃。強攻撃では押しっぱなしでチャージすると攻撃力がアップだ。相手のガードを崩せるな。よくやりました。攻撃を受けたりすると体力ゲージが減ります。クロスに守られて体力に気をつけるんです。攻撃を受けたら慌てず体勢を立て直さないとな。必殺技1ボタンで必殺技1を出せます。聖夜の場合は手が優先権だね。見事です、聖夜。
必殺技2ボタンでは必殺技2を。ペガサス水星拳が出せるな。よくやりました。必殺技1ボタンと必殺技2ボタンの同時押しで必殺技3を出せます。ペガサスローリングクラッシュだな。ペガサスローリングクラッシュ。必殺技をはじめとした一部のアクションはコスモに消費します。コスモは攻撃をヒットさせていくと高まるんだよ。コスモバーストボタンを押すとコスモバースト状態になります。あなたとコスモを一気に爆発させるのです。コスモバーストボタンと他のボタンを組み合わせることで様々なアクションをレベルアップさせます。移動してるときはダッシュに変わるんだよね、ムー様。ええ、そして攻撃や必殺技は強力なバースト攻撃に変化。よし、実戦で確かめてみよう。よくやりました。ガードボタンを押すとガード、移動中はステップを行います。見事です、セイヤ。ロールバーストボタンでバーストしながらガードボタンでガードすると体力を消費してピンチから脱出することができるのさ。いざという時には迷わず使うのです。見事です、セイヤ。そしてセブンセンシズボタン、これはコスモの爆発を体の内から出す。その宇宙とともに第七の感覚を開く。それは一体。それはセイヤ、あなたがこれからのゴールドセイントとの実戦の中でその力を見極め使いこなす。わかった。ここまで手短に説明してきましたが、スタートボタンを押してからのポーズメニューで操作方法についてのヘルプを用意しています。戦いに迷った時は確かめてみるのも良いでしょう。技などのコマンドリストもここにあるのか。ムーン、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは今終わりました。セイヤ、焦ったっていいことないぜ。ああ、これで備えは完璧だ。ありがとう、ムーン。キキ、気をつけなさい。ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄。究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない、行きなさい。肝に銘じておくのですよ、セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させたものが勝つのです。